プラムズハート女子プロレスの会は日本の女子プロレス会が団体の枠を超えて発足したチャリティ組織である。発起人の一人である尾崎まゆみ発起人は尾崎まゆみとカンドリ忍ぶ。OZ アカデミーが窓口となる。プラムとはプラムマリコから名を取った。発起人の一人である尾崎が起こした事故で死亡した責任から母体であるプラムズハートが名付けられた。 事故以来、再発防止と、事前活動を主に言っている。2009年には、三沢光春、テッド田辺の連続リング化を受けて、AED 普及拡大のための活動が加わった。2010年4月に、女子プロレスラーに呼びかけ、命を救う会、プラムズハートとして組織化。2011年3月11日に発生した。 東日本大震災を受けて3月20日より、募金活動を開始。それに合わせて、国内の女子プロレス団体及びフリーランスに呼びかけて、プラムズハート女子プロレスの会が結成され、募金活動及びチャリティイベントを開いている。また、協力団体が主催する工業で集めた募金も、プラムズハートを経由して、日本赤十字社の義援金となる。スターダムは加盟せず、 独自の事前活動を実施している。一方、アイスリボンレーナ女子プロレスは、団体としては、不参加だが、藤本つかさ、聖ハムコ、ラ・マルクリアーダが、チャリティー試合に参戦している。2011年6月5日に、女子プロレスチャリティー試合を、宮城県岩沼市総合体育建前広場で無料で、開催した。なお、JWP ディアナは、同日に、東京で、 それぞれの大会、ウェーブは大阪でイベントを行っていたため不参加。ありがとうございます。